ますよ。え？あれ、ごめん。島野って土曜日休みなの？だったらさっさと起きなさいよ。いつ出た？好きな人はまだいないって話。そう。いいでしょ。だって自分の兄のことなんだから。
会はどうだった？よく意味がわからんが。忘れていた何かを思い起こさせるような、人間が忘れた銃声が暴れ出すような、そんな映画だった。なのかな。あ、なるほど。どうしてるの？あ、そうだ、図書室も空いているのかな。そっか、やっているといいな。されていて、最近後ろを振り返ってばかりです。殺気があればかえってわかりやすいんですが、この中はちょっと、なぜですか？そうでしょうか。一緒ではないです。別に構わないです。はい、
やっぱりというのは。そうですね。家は確かに日本風ですが。そうでもないですが。普通のパジャマです。その二択は。あまり好き嫌いはありません。魚は好きですね。手のものはあんまり。どこか知っていますか？そういうことのようです。とにかく困りますね。言葉は違いますが、一応は言っています。あまり聞く耳は持っていないようです。それはできそうもありません。同じ店から出てこなかった？あ、ちさ。私、天海くんの一つ年下なだけですやん。なぜ変な関西弁。
し、けど本当に同じ店から出てこなかった？あれかな、出会ってから急速に仲良しになっちゃったってこと？これから駅に向かうところ。さ、ミッキー、なんで畜生なんて言うのさ。してしまえばわかりませんよ。暗鬼のようなものです。隠し持った武器のことです。こんな可愛い鳥を捕まえて狂気って、私はそろそろ部活が始まりますので。バイバイ。バイバイ。いや、当たり前ですやん。怪しげじゃないけどね、物を仕入れに行くんだよ。
それはまあ今度ってことで、なかなか予想外だとは思うけどね。謎多き少女ってことで。普通の小鳥ですって。そういえばこの前バイトしていた時なんだけど、島の学園の人が来たの、何人かで。たまたま聞こえてきたんだけど、彼氏にギフトを送ったこと後悔しているような話。その人の悔しそうな顔と口ぶりが妙に印象に残っちゃったよ。大事だよね。ただ私はギフトなんてあんまり好きじゃないからさ。お兄ちゃん、図書委員の人からこれ渡してくれって頼まれたんだけど。借金なのよ。はいはい、ちゃんと読みなさいよ。借りっぱなしの本を返しなさいっていう、そういう通知でしょ。
言われちゃったんだからね。お兄ちゃん相手だと拉致が開かないからって。今度こそちゃんと返しておいてよね。